タレントのみのもんたさんがつい先ほど会見を開き、自身が出演する報道情報番組を降板することを明らかにしました。報道の番組から降りるということが私にとって一番苦しくてきつい判断でした。みのもんたさんは先月、元日本テレビ社員の次男が窃盗未遂の疑いで警視庁に逮捕されたことを理由に、先月中旬から報道番組への出演を自粛していました。確かにあの子は私の子です。親の子の縁は切れない。その責任は父親である私にあります。申し訳ありません。ただ喋るという世界を命がけで追求したいとして、バラエティ番組などは続けるということです。